昭洋南は、新末民初の軍人。北京政府、直令派に属した。字は、三祖父は、塾教師。父は、魚商人、行商人の家庭に生まれる。当初は、学問を志したが目が出ず、部署で軍に加わった。1900年冬、北洋第三鎮闘制。宗根の下で、参謀官に任命され、その信任を得る。1910年、 第3陳第9票第3英艦隊を兼任した。1911年、放棄した革命軍討伐のために三政省へ向かい、革命軍撃破に貢献して、第12票票等に昇進した。中華民国成立後、第3陳は第3市に改組され、引き続き、総根が市長、昭洋南が参謀長を務めた。1913年、 昭は、第九弾々長に任命された。さらに、河南省で、白明討伐に貢献したことから、陸軍少々区組を授与される。1914年、僧が上皇上有警備司令に任命され、竹州に駐屯すると、昭は引き続き司令部参謀長を務めた。1915年12月、五国戦争が勃発すると、僧魂、昭用南らは、 五国軍討伐のために、四川省入りし、五国軍と交戦した。その後、省は、英大統領に任命されている。1916年6月に、遠征外が死去すると、省は、直令特軍に移動して三個混成旅を率いる。省は、その下で、第三混成旅旅長に任命された。1917年、断基随、宋根の命令により、省用南は、 国配府に属して南方政府と戦うために湖南省に進軍した。しかし、1916年6月、クレ、将来は南方政府との戦いを拒否して連盟で電報を打ち南北和平を唱えた。1920年7月の安直戦争でも、将は引き続きクレの指揮下で安記派と戦い直霊派の勝利に貢献した。これにより、 昭和、第25市市長に昇進した。帝州に駐屯し、陸軍中将区組を授与されている。1921年7月、湖北特軍を占い元に対し、学人地学のスローガンを唱える湖、北昭各層の反感が強まる。それを見た、昭洋南は王からその地位を奪おうと格索し始めた。そして、湖南特軍、超公的に攻撃された王を。 章は故意に見捨て、王をゲヤに追い込んだ。同年8月、章は、湖北特軍権領湖巡越市に任命された。1922年4月の第一次、笹口自家戦争でも、章は南方に対する備えを固め、後配布の候補の憂いを断った。1923年2月7日、軽貫鉄路総公開の大規模でも鎮圧に際して、章用難も、 ご配布の命に従い武力鎮圧に深く関与した。さらに、同年10月の総根の総統選挙でも、省はその選出のために隠し工作に尽力した。なお総は、賄賂を用いて総統選出を図ったため、それを嫌うくれとの間で対立が発生したが、省が調停して、両者を取り持っている。将の総統選出後、将は引き続き両子順越氏を務め、 さらに上昇軍、君一位を授与された。1924年2月には、湖北省庁も兼任している。同年9月、第二次、笹口じ戦争が勃発すると、昭洋南は当然直霊派として参戦した。兵玉省の北京政権により、直霊派は敗北したため、省は逃れてきた、後廃布を、湖北省に迎え入れた。しかしは国内情勢の変化を見て、 断気髄に接近し、もはや、クレを積極的に支援しようとはしなかった。むしろクレが再起を図ろうとするたびに、これに圧力を加えて、下付に追い込んでいる。1925年7月頃に法天派が南方に勢力を拡大してくると、商用南は、再び、五配布を、湖北省に迎え入れた。五は、法天派討伐のための14省を打ち続 つ根軍司令部を設立し、昭は、古北内族、つ根軍総司令兼広報光備え総司令に任命された。その後間もなく、呉は法天派と関係を修復している。後が、表玉章討伐のためカナン章に進軍すると、昭は、古北でその背後を固めた。しかし、その戦いの最中の1926年2月14日、昭は廃病により急死した。 去年50、ありがとうございます。